出身のプロレスラーの方で、はい、今、はい、県外で活躍されてらっしゃる方、ありがとうございます、初物ですね、私、ありがとうございます、初めて、はい、で僕がどうやって作田さんとお知り合いになれたかと言いますと、はい、9月の末ですよ ね、 そうですね、9月で24日でしたかね、はい、はい、那覇市の文化展物館で、那覇バトルフェスタと銘打ちまして、ドラゴンプロレスの那覇での試合があったんですけれども、その中にこうゲストとして、はいはい、試合に登場されて、はい、あの時に試合して、その時にね、RBC さんで取材していただいたじゃないですか、はい、でそれで、はい、そちらの方で知り合って、はい、様子も流していただけて、はい、結構同級生とか親戚とかも結構見たよっていう人がいてですね、はい、本当にちょっと嬉しかったですね。あ、こちらも嬉しいです、はい、今やっぱり僕らテレビで関わってる人間からすると、はいはい、やっぱり今って、はい、ニュースで流したもの、はい、例えばプロ野球とか、はい、J リーグとかだと、はい、著作権がやっぱり厳しいので、はい、二次使用とかネットでアップってできないんですけれども、はい、まあ、結構アマチュアのスポーツだったり、はい、またプロのスポーツでも、はい、二次使用 OK ですよっておっしゃっていただけるスポーツの場合は、はい、こうネットにアップできるんで、沖縄の放送が県外でも見ていただけるというところ で、ね、はい、取材の方もね、本当は大日本プロレスの、ね、取材もバンバンしていただきたいところなんですけど、はい、ね、多分、ね、私、我々の取材がちょっと地上波の夕方のニュースに流せるかがちょっと微妙なところなんで、はい、ね、もう多分地上波では見れない、ね、試合はぜひ生で見ていただきたいなということで、はい、はい、もうなぜ、はい、テレビでニュースでできないんだろうって不思議に思ってらっしゃる方、はい、これからの時間でその謎が、はい、解き明かされると言いますか、そうですね、はいはい、まずは、はい、やっぱりもういろいろ伺っていきたいんですけれども、はい、まずデスマッチってところですよね。そうですね、はい、はい、これ、ま、私、はい、さっきも放送前に2人で話してたんですけれども、はい、高校生の頃に、はい、富城城址公園で、はい、FMW ですね、当時の、はい、大仁田敦さん、カリスマじゃないですか、やっぱ、はい、有刺鉄線で戦って、はい、そして電流も流れていて、はい、ロープに投げられたらそこで跳ね返ってくるんじゃなくて電流が流れてその場でもう失神してしまうんじゃないかっていうぐらい、はいはい、倒れ、そうなんですよ、そこからさらにバトルが展開されていくって、はい、僕そういうのがデスマッチっていう印象なんですけど、そうですね、はい、当時の、電流爆破の試合ですかね、当時だと、はい、はい、そうなんですよ、まあ、うちもね、今度は電流、ね、電流爆破とか有刺鉄線などあるんですけど、蛍光灯、はいはい、多分こちらの試合は、まあ、沖縄でやるのはね、まあ、蛍光灯デスマッチで目打たれるのは、はい、そういう試合は初めてのはずなんで、はい、沖縄初です、はい、これ、まあ、蛍光灯ってなんじゃらほいと思ってらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど、蛍光灯は蛍光灯ですよ、多分皆さんも上に多分上見たらあるんじゃないですかね、多分普通のごくごく普通の家庭にある蛍光灯でございます、はい、これが、はい、大日本プロレスのホームページの、ブログ見てみると、はい、作田さんが、はい、こうリングの上で蛍光灯何本も持ってこう吠えてる写真もアップされているんですけど、はい、蛍光灯どう使うんでしょう。いや、蛍光灯はだって蛍光灯ってあれですよね、人の頭叩くもんじゃないですか来た、はい、来た違います、皆さんもあれですか、家庭で、いや死なすよとかでバーンとかやってたんですか大丈夫です、大丈夫、違うか、うちは少なくともうちは、はい、そうですよね、電気お家の中照らすために蛍光灯を使ってるんです。そうですね、あ、そうだったそっか、蛍光灯って、あ、そっか、照らすためのもんでしたね、あ、そうだ、ね、忘れてました、もう違う使い方ばっかしてるもんで、はい、作田さん の、はい、試合での使い方ってどんな感じなんですか。そうですね、まあもうオーソドックスにそれで頭をバコンか、はい、まあ、割とあとそのリングの真ん中に置いてその上に相手を投げたり、はい、でもうあとは、ね、ダウンしてる相手の上に乗せてその上に、リングの上からその相手の上に、はい、飛び込む、はい、まあ、ボディープレスみたいなのを、はい、そこにやるっていう、むしろもう自分の方が痛いんじゃないかみたいなそういうね、アホな使い方もしてるんですけど、まあそういう感じで、はい、まあ、プロレスの試合に、まあ、そういう蛍光灯が登場してくるっていうね、そういうわけです、はい、普通に考えて割れますよね、はい、割れますね、飛び散りますよね、飛び散りますね、刺さりますよね、刺さりますね、痛いですよね、痛いですもうそういうことですね、はいはい、割れる、飛び散る、刺さる、痛い、そういうことです、はい、この中で戦っていくという、はい、まあ、これが
デスマッチの一つのいい例ですよね。はい、そうこの中で、はい、もうまずねこういう戦いを日頃やってる作田さんなんですけども、はい、まずですよ、はい、あの僕自身考えてみると、はい、あんまりこの、まあ、プロレスだとか、はい、こういうデスマッチって、はい、沖縄にいて沖縄で子供時代過ごして、はい、あんまり触れる機会ってなかったと思うんです。特に僕40過ぎてるんで、あんまり子供時代インターネットとかもなかったし、はい、見る機会もほとんど、まあ、そのさっき言った高校生の頃、はい、大仁田さんの試合を富城で見たのが本当に初めてぐらいだったんですけど、はい、作田さんはまず、はい、プロレスラーになろうと思ったのどんなきっかけがあったんですか。うん、でも沖縄にやっぱプロレスって本当に、まあ、と今でこそ琉球ドラゴンさんがあって、はい、まあ、いろんな団体来たりはするんですけど、まあ、僕がまだ、まあ、中学生ぐらいの時まではもうギリギリ団体もなくて、うん、本当に年に1回新日本さんが来て、でも他の団体がたまに来るぐらいな感じだったので、本当に触れる機会はやっぱ沖縄にいるとやっぱどうしても、ね、プロレスに触れる機会はやっぱ少なかったなと思うんですけど、なんですけど、まあテレビで、まあ地上波の、まあ深夜ですけど、まあそれでテレビ放送がやってたりしてたのと、まああとたまにゴールデンタイムで、はい、今はやあのレッスルワンさんって今あるんですけど、それとはまた別のレッスル、うん、あのまあ武藤さんが関わってたのが地上波でまあ、まあ放送されてて、はい、武藤さんってウィーの武藤さんですよね。はい、武藤敬司さん、そうです、はい、当時の、まあ、そうたまにそういうのが地上波で、まあ、あとバラエティーに、まあ、プロレスラーが出るっていう時もあったんで、はいはい、まあ、そういうことでしかあんまり見る機会はなかったんですけど、はい、まあ、それで深夜にやってるので、まあはまあ、見るようになって、はいはい、でまあ、それからはまあネットの方も、まあ、ネットだったり、うん、あとまあ週刊プロレス、はい、週刊ゴングとかは、はい、まあ、内地に多分1週間遅れぐらいですかね、そんぐらいで、まあ、情報が、ね、遅くはなってるんですけど、まあ、それで入って仕入れてみたりとか、あとまあレンタルビデオとかで借りてっていう、はい、かなりそういうのでまあ情報を、ね、はい、仕入れてましたね、はい、なるほど、はい、やっぱりこうちっちゃい頃見てて、はい、試合見てて、はい、自分のハートを熱くさせてくれたのがプロレスっていうことですよね。そうですね、なんか、はい、もう熱くさせるとかもう、でやっぱもう見ていくうちに、まあ、なんか憧れっていうのはやっぱそれはプロレスに限らず、なんか子供の時代だったら好きなもんあったらやっぱ憧れっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ本当にまあ慣れるっていう、本当に慣れって具体的になろうっていうふうにはもちろん当初はなかったんですけど、本当に漠然とちょっと好きなんでかっこいいな、やってみたいなとか憧れな、うん、まあ、そういう気持ちはまあその最初の方はあったんですけどね、はい、なるほど、はい、西原ご出身で今年で25歳、26になります、はい、なりますか、もう、はい、20代後半に差し掛かってしまいましたが、はい、相変わらず、はい、グラグラしてます、グラグラしてないかいやいや、はい、僕もこういう感じでアナウンサーになれたのが26なんですよ。あ、そうなんですか。いろいろ20代の後半に差し掛かって、はい、いろいろまあね、もちろん真剣にいろいろ取り組んで来られてきたけれども、はい、それの中やっぱりだんだん思いを形にしていく時期じゃないですか、ね、はい、20代後半に入ってくると、うん、はい、あと特にやっぱこういう、まあ、プロレスっていう職業なんで、どうしてもなんかちょっとグラグラしてそうに思われがちなところがあるんですけどね、いやいやいや、結構ねいろいろやってますよ、はい、いや、この一口にプロレスでもまずは、はい、普通だったら、はい、まあ、例えばですよ、はい、沖縄で言ったら、まあ、ハンドボールだったりバスケットボールだったり、はい、少年野球だったり、はい、みんな部活があって、はい、だんだんそしてもっと頑張りたいっていう子は、はい、なんか全国大会行ったりとかって、はい、そういうなんか過程があるじゃないですか。そうですよね、はい、プロレスの場合って、はい、まずちっちゃい頃にビデオとかで見て、はい、わすごいなと思った後に、そうですね、じゃあどういうふうにこう自分を鍛えていったって言いますか、うこうスキル高めていくもんなんですか。そうですね、特に日本ではやっぱプロレス、じゃあプロレスラーになるっていう、今からなりたいっていう時になんかそういう情報だったりその環境ってなかなかないですよね、うんうんうん、例えばじゃあプロレス習いたいとかってプロレスを習えるようなとこがあるわけでもないですし、はい、でプロレスをする、まあ、部活でっていうのも、まあ、基本的には、まあね、まあ学生プロレスとかあっても基本的にはないじゃないですか、うん、はい、
なのでね、だからやっぱプロ、まあそれはもう僕に限らず、やっぱプロレスラーになりたいって人は大体まあ格闘技とかをまあ始めるなり、はい、まあ近所で筋トレするなりっていうのがまあ割と最初じゃないですかね、うん、まあよく聞くのがスクワット、はい、よくプロレスラーはスクワットとか腕立てをいっぱいしてるから、はい、じゃあそれに習ってなんかスクワットなんかやるみたいな、結構そういうのは結構 ありましたね最初は。はい、はい、結構プロレスラーの方の経歴を見ると、はい、例えばですよ、はい、一番有名なところ、あのジャイアント馬場さんは、はい、あのもともとプロ野球巨人にいた方だったり、ね、はい、あと僕が知ってる方でもアマレスの方ですね、はい、レスリングの方からプロのリングで戦いたいとか、はい、あと元相撲大相撲の力士さんとかもいらっしゃるじゃないですか。はい、あの佐久田さんの場合は例えば高校まで部活なんかやってたりとかあったんですか？はいはい、僕の、まあ、あのバックボーンはねレスリングですね、アマチュアレスリングでございます、はいはい、で、まあ、中学校の時に、まあ、クラブの方でやってて、で、まあ高校から、高校から部活でって感じで、はい、そうなんですよ。で中学校の当時はあのクラブ、あの OJ キッズっていう、はい、OJ キッズっていうクラブがあってですね、はいはい、そちらの方でやってて、今も結構あの、はい、今も本当に全国に活躍する選手が、ね、そういう子どもたちも出てるんですけど、うん、当時は多分僕が本当に入った時は本当に立ち上げ当初の時で、うん、はい、そう本当に旗揚げしてもできてすぐぐらいの時に OJ キッズでやってて、中学校時代は、はいはい、でそのあって卒、中学出てからは、ハイバル高校に入って、はい、ハイバル高校のレスリング部で、はい、ハイバル高校なんですね、はい、今現在のハイバル高校の先生は、はい、あの池江先生、あ結構あ知ってご存知なんですね、はい、あそうなんですか、はいはい、恩師は池江先生なんですか？ああの恩師はあのまた別で、はいはい、僕が今あのアマチュアのレスリングでしてるのは、はい、あのお世話になってるのはよくお話伺うの、あの矢比久、はい、保先生、嘉手納太先生、池江先生、あじゃあ結構もう沖縄のレスリング界にはかなり精通して関わりがある感じなんですか？あ、そうなんですか。国体でも結構あの少年男子。あ、そうなんですか。はい、僕のあのハイバル高校の当時の先生は嘉手納先生なんですよ。嘉手納先生、はい、はい、で他の先生方もまあ結構レスリングって沖縄少ないじゃないですか、数が、はいはい、本当に今当時も本当に指で数えるほどしかなかったですし、なんで結構集まって練習とかすごいしてて、だから先生方とかも、うん、はい、結構皆さん知って出たりとか、あと生徒同士も割とこうたあの同じ高校じゃなくても割とつながりがすごいあったりとかで、うん、はい、本当に沖縄一つの高校でってよりは沖縄全体でそのレスリングを本当に強くしていこうみたいな感じで、はい、うん、今ももちろんそうだと思う、そうなんですけど、はい、そうでしたね、はい、そう、あのハエバル高校でいうと、はい、今あの男子の新体操も頑張ってるんですけど、やっぱりそうです、ね、あの競技人口が、はい、まあ、ちょっと少ないところっていうのは、そうですね、学校同士でこう争うっていうよりも、うん、県全体とかで、ね、はい、みんなで高め合おうって、レスリングも本当そうですよね、はい、本当にあの素晴らしい指導者の先生も嘉手納太先生もそうなんですけれども、はい、みんなで もちろん県大会とかは県代表決めないといけないから、はい、しのぎを削るんですけど、はい、もう例えば国体みたいに県チームで出るときとか、はい、みんなで教え合ったりとか、はいはいはいね、応援し合ったりとか、はい、そういうところでね、そうですよね、高め合って、はい、もう基礎はじゃあレスリングにやっぱりあったわけですね。あ、もう本当にあの時のね、あの時にやっぱいろいろ教えてもらったおかげで、はい、こうやってプロレスやってきてるんで、はい、本当に感謝しますね、はい、そしてやっぱりもう一つですね、はい、やっぱり佐久田さんの一つ佐久田さんを知る上で一つポイントっていうのは、はい、あの結構身長実は小柄なんですけど、ですね、はい、そうなんですよ、155センチ、はい、多分その辺の多分女性とそんな変わんないか、たまに結構負けますねたまに普通に女性の人と話してても、あ、普通に目線上だみたいな結構ありますね。あと同じぐらいだみたいな、はい、結構ありますよ、はい、もう佐久田さん本当に体ももちろんがっしりしてらっしゃるんで、キャシャです、キャシャ、そうですか、ありがとうございます、はい、もう放送動画でね見ていただいてる方とかはちょうど今映ってて、はい、ちょうど今佐久田さんの後ろの方にモニターが映ってるところであるんですけど、はい、いやこれでも細い方になるんですか、腕っぷしなんかも、いや細いですよ、だってうちなんて本当に
うち200キロ超えてる選手とかいますからね、はい、そうなんですよ。今回はちょっとスケジュールの都合で来れないんですけど、はい、大日本プロレスの所属の選手で浜亮太さんっていう方がいてです、はいはい、その方が本当に200キロ超えで、今何キロだったっけ、220キロとか、日本最重量レスラーで、もともと力士の方だったんですけど、はい、で力士自体も本当日本最重量の力士っていう方向でやってて、はい、今回はね残念ながら沖縄の方来れなかったんですけど、はい、僕も普段からすごいお世話になってる先輩なんですけど、めちゃくちゃでかいですよ、多分僕の普通に並んでても後ろに多分立ってたら消えますね僕はい、そんぐらいでかいし、他にも本当に本当にこちら、あ、ちょうどポスターあるんですけど、はい、他にもでかい、特に大日本プロレスってその身長はそんなに高くない人が多いんですけど、本当に横幅がすごい人がいっぱいいてですね、もう代表的なのが関本大輔さんっていう方がいて、はいはい、ご存知ですか。いや、はい、もう初めて、あ、すいません、お名前伺ったんですけど、多分こう関本さんを多分見、もう初めて見ただけでもなんか、あ、やばい、この人は本当に、なんだろう、この人はもう普通の人間ではないっていうのが分かります。はい、もう体大きくて腕っぷし太くて、はい、なんか冷蔵庫みたいな感じですね、冷蔵庫ですね、はい、大家族の冷蔵庫並みの大きさ。そうです、本当に、はい、はい、であと、こちらに載ってるアブドーラ小林さん、はい、はい、アブドーラザ・ブッチャー、はい、ご存知ですか。そちらの、はい、そのブッチャーさんの弟子です。なるほど、はい、で僕も、で僕はそして小林さんからのいろいろプロレスのイロハを教えていただいてるんですよ、デスマッチのイロハ、プロレスのイロハを。なんで僕はだから、まあなんだろう、だから僕の師匠、僕はだからアブドーラザ・ブッチャーの弟子の弟子って言っても過言ではないですね。もはやもう僕はブッチャーイズムを、ね、ちょっとだけ、はい、10% ぐらい入ってるんじゃないかぐらいなのを、はい、もう勝手に言ってるんですけどもうぜひポスターもうちょっと正面でこう、はい、いけますかね。どうぞ。すいません、んで佐久田さん、すいません、はい、ですね、今ちょっとスタジオの外で、はい、なんかリスナーさんかな、なんか、はい、合図くれてるんですけど、外聞こえますかね。仲良かったら入っていただいて。どの方ですかね。あ、外いらっしゃるんですけど、なんか紙持ってくださってるんですよ。あ、ごめんなさい、じゃあちょっと私今メッセージ受け取ってきますね。あ、はい、はい、あれ、あ、なんかそういうか違うかったなんかすごいファンの方がいるとちょっと期待したら違うかった。あ、はい、ありがとうございます。なんかメッセージを、あ、違う、あ、そういうこと、え、これは何ですか。いただきました。あ、はは、はいはい、すいません、これ結構個人的なメッセージを頂戴しております。なんか私の知り合いの、はい、フリーアナウンサーの方とか、はい、先輩のフリーアナウンサーの方、はい、この番組にもまた呼んでよっていう、はい、はい、ご要望でございました。ちょっと期待しちゃったまあ、はい、ね、でもそういうこともありますね。ありますね、生放送なんで。そうですね、はい、もう、ちょっと期待しちゃった。もうライブも試合も一緒ですよね。何が、そうですね、本当に何が起こるか分かんないですからね、うん、やってみないと。はい、やっぱ本当に全て生、やっぱこの生ものですからね、全てが、はい、はい、そう。それで、はい、アブドーラ小林さんで思い出したんですけど、はい、大日本プロレス、すいません、もう付け焼き場の知識で恐縮なんですけど、はい、大日本プロレスを立ち上げられたレスラーさんがグレート小鹿さんで、はいはい、グレート小鹿さんがもう70過ぎてる方なんですけど、確か4かな、74ですね、はい、アブドーラザ・ブッチャーを日本に呼んだきっかけを作ったのがグレート小鹿さんだっていうのをちょっと、え、そうなんですか。それで、そういうつながりがあるっていう、ごめんなさい、これちょっとインターネットの、え、誰が言ってたんですか。記事ちょっとインターネットにそう書いてあったんですけど、小鹿さんが言ってたんですかね。ああ、なんかそう、小鹿さんが、はい、アブドーラザ・ブッチャーさんが日本で活躍する、はいはい、ちょっと土壌を作ってくれたみたいなこと書いてあったんですよ。本当ですか。小鹿さんが多分なんか言ってただけじゃないですかね。あ、そうなんですか。すいません、小鹿さんちょっと、はい、多分ね、結構、あ、でも大丈夫か、あ、まあ、やめときましょう、はい、ここはいろいろちょっと、はい、小鹿さんの面白い話はちょっとやめときましょうラジオなんで、はい、すごい、やっぱ、はい、小鹿さん聞いてるか分かんないですけど、ちょっと怒られた、はい、後で怒られたあれなんで、はい、はい、そうなんですよ。でもまあでも本当にそれこそその本家の、ブッチャーさんの方は、うちの大日本の、大日本プロレス旗揚げの
割と最初の方にも出てますし、はい、一回その第二、うちのそのです、チャンピオンベルトも巻いたことが一時期あったんですよ。はい、はいはい、そうなんですよ。でそれそこからの小林さんがいろいろと、まあ、継承されたの継承されたのか、まあ、勝手に盗んだのかわかんないですけど、実力の世界ですね、うん、はい、小林さんがなんかそういう、最初はアブドーラジュニア小林っていう名前だったんですけど、はいはい、気づいたらジュニアも抜けて、はい、で今アブドーラザブッチャーの、まあ、弟子みたいななってるんですけど、あのブッチャーなんですけど、最近はちょっとここ数、ここ何ヶ月かな、今年の夏ぐらいからなぜか今度はスタン小林っていうのをやり出してですね、はい、スタンハンセンのスタンさん、はいはい、だってこれまずあ多分小林さん会ったこともないでしょって思ってだけどなんかスタン小林を、はい、スタン小林をやってるわけではないんですけど、あ、小林さんの友達になんか スタン小林っていう人がいるらしくて、はいはい、なんか小林さんがよくちょっと調子悪い時になんかちょっと調子悪いなって言って、ちょっと今日休みたいなって時になんかその友達のスタン小林っていう人が出てくる感じですね、はい、そういうことです、はい、すごいですね、代わりに出てくれたりするんですね、代わりに出てますね、はい、最近はもうむしろ小林さんも自分が試合しないでそのスタン小林っていう人がよく試合してますね、はい、替え玉受験って聞いたことありますけど替え玉リング替え玉リングですね、はい、なんかでも本家に比べたらあれこんな太ってなかったなと思いつつ、そうなんですよ。で今年の夏の、今年の夏大日本プロレスが8月、真ん中、上野公園っていうところが東京にあるんですけど、はい、そちらで、確か何連戦だっけ、4連戦ぐらいやって、4連戦で中いろいろと他の興行をやって、また4連戦みたいなのをやってですね、うん、そういうクレイジーな日程をやってですね、で1日3試合とか2試合を4連戦するという、しかもあの8月の炎天下の炎天下の中でやるっていうところで、はい、小林、あのスタン小林選手が登場して、なんかあのちょっとね、あのプロレス界隈ではかなり今あの来てるそうです、あの、小林さん曰く、はい、あのプロレスご覧になったことない方はちょっとピンとこないかもしれないですけど、はいはい、そうですね、ピンとこないですよね、絶対ピンとこない、はい、毎日試合があるってどれだけ大変かっていうのをね、うん、大変ですよ、はい、本当に、まあ、本当に上野の方ですし、はい、今月、今10月の20、今日3です ね、 ですね、はい、なんですけど今月の前半1日から10日ぐらいまで、あ、2日か、2日か10日ぐらいまで北海道にいて、はい、北海道で9連戦してたんですよ。結構ね、で北海道でそんぐらいいて、でまた沖縄に来たんで、はい、もうこの気温の差がもう激しくて、はい、あっち多分10、まあ本当にもう場所によっては雪そろそろ降り始めるぐらいのところもあって、はい、で今沖縄来てって感じで、で本当にいろんなところ移動してるんで、はい、はい、もう大忙しな作田さんなんですけれども、またこの大日本プロレス入団の時の話とか、あと本当に今あの上野公園ってお話ありましたけど、時には後楽園ホールだったり、時には神奈川のあちこちの商店街だったり、はい、いろんな舞台で活躍されて試合をされてるんですけれども、また一曲挟んでちょっとそういった話も伺っていってよろしいですかね。はい、わかりました。それでははい、ラジオを聴きの皆さんにはここで一曲聴いていただきたいと思います、はい、ナッシングバッドシーブスでウェイクアップコール、どうぞ、はい、目が覚めましたね今のでさっきも覚めてましたけどさらに、はい、いやこれで、はい、その僕衝撃的だったのが、はい、あの東京スポーツ、みんな、まあ、スポーツ好きな人は東スポって言いますけれど、はい、あのウェブ版にあの作田さんのことをいろいろ知りたくて、はい、大日本プロレスで検索したら、はい、東スポのウェブ版に、はい、大日本プロレスの求人情報があったんですよ。あったあったあれ、はい、これ、まあ、ちょっとしばらく前のやつだと思うんですけど、はい、まず入団3万、はい、ちょっとできるようになったら5万で所属できるようになっていろいろ試合もできるようになったら8万って、はい、書いてあったんですけど、はい、いい方なんですよね。どうだろう、まあ、あとまあこれに関しては、まあ、その8万とかその期間はまあいわゆる若手の期間ではあるんですけど、その期間で若手の期間なんで、その寮に入ってるんですよ、はい、寮に、はい、ライオンプレスの寮があって、そこではもうその、まあ、もちろん寮って言っていいのかも分かんないけど、まあ、でも衣食住は、あ、そうです、衣食住があった上での8万なんで、まあ逆
まあ、結構まあ厳しいっちゃ厳しいですけど、まあ、僕が その頃はまあ一応どうにかやってきましたね。あの衣食住出てで、まあ、遠征行った時のまあ食費なりは、まあ、たまに自分で出したりとか先輩方に出してもらったりもあって、はい、まあ、あとはプロテイン代とか、まあ、服とかコスチュームとかそういうのに回して、はい、まあ、貯金は残りちょっと頑張って貯金してみたいな感じで、まあ、どうにかはやりくりはできてましたね。 その、はい、そう、その時もでも結構プロレス界でそういうのを本当にオープンに発表するって多分あんまりなかったから、うん、結構当時は何年2年ぐらい前でしたっけ、はい、多分そんぐらいだったと思うんです。 2,3 年かな、自分が入るか入らないかぐらい、入ってちょっとしたぐらいかなだったんですけど、結構なんかプロレス界隈では割となんか話題になってましたね。求人情報、びっくり、ちゃんと求人出して、結構中のことも正直に出してて、はい、まあまあこういう、でもまあこんなもんですよね、やっぱ 、うん、まあ、現実ってのは、まあそれはもうプロレスに限らずですけど、やっぱね、そういう派手な、ね、華やかなだけじゃないですからね、うん、はい、やっぱりまあどんなスポーツ、例えばあの、はい、サッカーの J リーグとかでも、はい、J2 とか、はい、J3 の選手でも、はい、こうスポンサーさんの会社に勤めてて、はい、週末は遠征に行って OK で、うん、で、そうですね、チームからは遠征費とか、はい、あとちょっとあの少ないけれども、はい、お金少しもらうけど、やっぱりそれでは生活できないからお仕事しながらとか、女子のなでしこリーグなんか日本代表になってる選手でも働きながらっていう方多いですからね、はい、いや多いですね、はい、まあ、プロレス業界もやっぱその、まあ、大日本プロレスのまあ所属選手は基本的にはまあ専業ではあるんですけど、やっぱフリーの、はい、フリーランスでやってるレスラーっていうのは結構まあなんか他のことやったりとか多いですね、うん、はい、うん、あの琉球ドラゴンプロレスのグル君マスクさんなんかあのマスク職人としても有名ですもんね。マスク職人、はい、そうなんですよ。そういうお仕事もしながら、はい、まあ、グル君さんの場合は代表だから若手なんとか食べさせてあげたいっていう思いも強いというところで、そういったお仕事もされてると思うんですけれども、はい、これでもこういう厳しい世界に作田さん自身が飛び込もうと思ったところなんですけど、はい、まずあの高校、ハイバル高校を卒業されてから大学進学されてますよね、はい、でまあ、大学はまあいろいろあって、まあ、今日本、その当時日本文理大学ってところに大分の方にあるんですけど、はい、そこでレスリング部やってて、はい、部下はあったんですか。はい、レスリング部、はい、そこは割と結構有名で、はい、割と歴史があるとこ でそこで、まあ、大分でレスリングをやってて、はい、で でその後にまあ卒業して、大日本プロレスに入った感じです、はいはい、いやこれ、はい、この、ま、レスリングから、はいはい、ま、プロレスですよね、はい、まず大日本プロレスに、はい、入りたいと思ったのは、あの門を叩いたっていうのは、はい、まあ、いろんなプロレス団体あるわけじゃないですか、はい、まず大日本だったっていうのはどんな思いだったんでしょう、はい、でもやっぱその、まあ、プロレスを、まあ、まあプロレスに見始めるようになって、まあ、ちょっとしてからその当時週刊ゴングが、はい、今はなくなってしまったんですけど、週刊ゴングがまだ当時はあって、その時に大日本プロレスの特集みたいなのをやっててですね、ええ、そちらでそのデスマッチ特集みたいなのをやってて、その当時チャンピオンだった伊藤選手の、はい、まあ、記事がいろいろ載ってて、でそれ見てなんじゃこりゃっていう、だ普通に考えてプロレス今までそれこそあの普通のプロレスを見て中で普通に考えて椅子使ったりテーブル使ったりはまあわかるじゃないですか。でもなんかなんで蛍光灯とか、はい、あと有刺鉄線とか、うん、あと大日本プロレス他にもいろいろね、あの凶器が使われて、まあ、そちらはね後でまた掘り下げるとして、はい、でそういう感じで衝撃を受けてて、はい、で最初の方は別にあなんかただ危ないなぐらいな感じを思ってたんですけど、うん、でそれからしてしばらくしたらその津田屋に当時僕が住んでた、実家の近くに津田屋があって、そこにあの大日本、はい、あの西原の坂田の津田屋ですよね。すごいローカル、ジェフと一緒に。そう、ジェフと一緒、はい、あの沖縄の人しかわからないと、はい、すごいあれな、あのそこで僕そこで会員カード作ったんで、ただ、はい、そこので、あの大日本プロレスの、まあ、大日本プロレスというかそのデスマッチのなんか DVD があって、まあ、とりあえずなんか気に、うん、まあ、あったんで気になったんで見てみたら、あなんか面白いなと思って、うん、でそこから気づいたらなんかハマってましたね。一番他のプロレスももちろん見てはいたんですけど、うん、まあ、一番先に来るのがやっぱその大日本プロレスっていう風になってましたね、自分の中で、はい、
この、まあはい、デスマッチだから、はい、いっぱい痛い思いも選手の皆さんしてるわけじゃないですか。まあまあ見ての通りですね。そういうのを超えるなんか熱さ、はい、なんかハートに火を灯されるような思いがあったという感じですか、ね、ありますね。やっぱそのどうしてもプロレスとかで見てなんか痛いのとか、うん、よく言う人たまにいるじゃないですか、痛そうと思います。特に有刺鉄線とか電流とか、はい、でなんか普通に見て、でも例えばこんな蛍光灯とか有刺鉄線に受け身取ったりして、うん、その多分誰が見ても痛くないの分かるじゃないですか。普通に考えて、普通に考えてこれ痛いって分かるじゃないですか、うん、やっぱそういうのがあってその分かりやすいというか、はい、なんかこう、はい、もう誰が見てもこれはもうそういう痛いもんだってわかるし、なんか衝撃を、まあ、これが好きになるか嫌いになるかはまあ別として、これを一目見てえってなるじゃないですか。体張って、はい、多分普通のまあプロレスももちろん面白いし、やっぱ見ていけば魅力もあるんですけど、はい、やっぱ割とみんな浸透してて見慣れ、うん、まあ好きじゃなくてもなんとなく見たことあってわかるから、うんうん、まあプロレスだなぐらいだけど、そこに蛍光灯とかで殴り合ってたら、え、何これってなるじゃないですか。うん、だから最初、やっぱそれがやっぱ、なんだろう、ハマったきっかけだし、これやりたいってなったきっかけかもしれないですね。はい、こんなんやってたら、ちょっとこの人たちはちょっと普通じゃないなとか、うん、多分人情じゃない、体が頑丈なんだなって思われるじゃないですか。はい、私結構まあ多分普通のその辺の歩いてるまあちびっことかに比べたら頑丈なはずなんで、はい、それをね、まあ、見たら見ての通り、はい、頑丈です、はい、このプロレスラーの入団テストって、はい、作田さんの場合例えばどんなのがあったんですか。そうですね、そんななりたいからってなれるもんじゃないですよね。どう、まあ、なりたいからってなれるもんではないとは思います。で当時 その僕はまあ履歴書送って入団テストみたいなのがあったんですけど、はい、まあ、その当時の、まあ、具体的なまあメニューを、まあ、ちょっと若干忘れてる部分があるんですけど、まあ、大体こんぐらいだったっていうのが、スクワット、フルスクワット、はい、あの普通にあのしゃがむやつ、はい、あれを500回やって500回、はい、でジャンピングスクワットっていうのがあるんですけど、まあ、そのスクワットのちょっとジャンプするバージョンみたいなのを、はい、何回だっけな、50回の、5セットかな、50回5セットを、まあ、基本それ もう基本休憩なしですね。で数えながら休憩なしでやって、で腕立て伏せを、なんだろう、まあ、ライオンプッシュアップって聞いたことあります？いや、なんかどんな腕立てなんですか？そうだろう、これは説明しづらいけど、なんかプロレス式の腕立てがあって、はい、普通の腕立てに比べたらなんかどうだろう、まあ、そういうのがあってですね、それをまあ30回の5セットとかやって、で他のまあ普通の腕立ても何回だっけ、もうすごい本当に忘れるぐらいの数をやって、で腹筋背筋やって、はい、でブリッジとか、はい、あと3点倒立、まあ、首で倒立するみたいなのがあるんですけど、はいはい、それをまあ2分、まあ、2分ぐらいでやって、でマット運動をやってみたいな感じで、そういう感じですね、はい、はい、もう僕スクワットとか腕立てでももう10回1セットやっただけでもヘロヘロになりそうです。いや頑張ります、頑張る、はい、実際、はい、そういったやっぱり ね、はい、あのこれまでのそのレスリングで培った経験がプロのリングでも相当役に立ったと思うんですけど、実際入られてみてどうでした、はい、このプロの団体っていうのは、なんかびっくりしたこととかあります？あ、でも意外とまあ、よその団体は分からないんですけど、はい、割と意外と大日本プロレス先輩方ちゃんと優しいですね。あ、そうですか。結構プロレス界って怖いとか思われるし、はい、ね、なんかもう普通に怒られたら殴られるとか、はい、られるとか結構よく思われがちですけど、まあ、よそは分かんないですよ。よそは分かんないけどよそは分かんないですけど、大日本はすごい優しいし、そういう理不尽なことはそんなにっていうか、まあ、ないですね。理不尽なことは別に、もう単純に別に先輩後輩のそういうのがあって、で別に殴られる蹴られるとかもまあ別に普通にしてる、別にないですからね。別に、うん、だからやっぱ常識人が多い、まあ、それを言ったらなんか他の団体はそうじゃないのかって思われるかな、思われるかもしれないですけど、でも結構なんか大日本プロレスってのは多分よく常識人が多いねって言われますね。いろんな、関係者の方と関わってると、そういう風に言われますね、はい、なんか大人プロレスラーっぽくない感じでちょっとおとなしい人とか割となんか
しっかりしてる人が多いねみたいなことはよく言っていただけますね。はい、なんかやっぱりなんだろう、こうパフォーマンスの部分もあるから、はい、もうすごいやっぱり派手な登場だとか、はい、すごいなんか暴れん坊ってなんか近寄っただけでなんか怪我しそうとか、はい、ぶっ飛ばされそうみたいなイメージのレスラーの方もいると思うんですけど、はい、いやそんなことないですよ、はい、よく商店街プロレスとか、はい、あのさっき話した横浜 の、 そのちびっ子とかが見てるようなそのイベントで、いやお祭りであるんですけど、はい、たまにあの場外乱闘とかで出るときあるんですけど、はい、そしたらもう子供にペチペチとかさせたりしますそういうのがありますからね、はい、そんな感じで割とその、まあ、場所によっては割とそういう雰囲気でやってたりもしますし、うん、はい、だから結構大日本プロレス自体はすごい、それこそものさっき言ってたの小鹿さんがやっぱそういうのが本当に、はい、いわゆる昔ながら の、 その理不尽な、なんだろう、もう厳しすぎるその、はい、上下関係とかそういうのが本当に小鹿さんはそういうのを嫌なやってる人で、うん、そういうの絶対苦労されてきた方なんですね。小鹿さんはそういうの絶対させないっていうやっぱスタンスがあって、うん、それこそ旗揚げ当時から、はい、やっぱそのまあ当時のその、まあ、何十年前のプロレス業界はやっぱそういう理不尽な人もまあやっぱいたみたいなんですけど、うん、やっぱ小鹿さんがやっぱ当時社長だったんですけど、まあそういうまあそのフリーのやっぱそういう大御所の選手とか中堅の選手がやっぱ若手をまあ顎で使ったりとか、うん、はい、そういうことをしてたら小鹿さんはやっぱそういう人はもううちにはいらないって、ね、うん、やっぱそういうのをやめさせる たりとかで、やっぱ小鹿さんが率先してそういうやっぱもともとそういうのを作ってたんで、やっぱそれが代々受け継がれてっていうのはあるんじゃないかなっていうのを、はい、聞きましたね、はい、なるほどな、はい、やっぱりそういったあの正統派の考え方も試合もできるから、はいはい、やっぱりプロレスファンはデスマッチをやる大日本プロレスの、はいはい、その顔っていうのもなんかグッとハート掴まれるところっていうのがあるんですかね。ちょっと乱ね、乱暴、まあ、あのプロレス、まあこの大日本プロレスはちょっと乱暴だし血流れてるけど、結構僕全然普段自分で言うのもなんですけどあんまり怒ったりしないですからね、はい、あんまり怒鳴ったことがもうないですね、うん、別にそう、はい、もう初対面の時からなんか礼儀正しいなんかいい人だなっていう感じで思ってたんですよ。いや悪い人ですよリングに上がるとあ、いやいや別にまあでも別になんか比較的まあおとなしい部類ですね。で僕以外にも割と多いですね大日本、うん、で結構、うん、そうですね、はい、結構割と物静かな選手多いですね、うん、はい、これでこう、はい、デスマッチみたいな派手な試合本当にもう視覚的にもうびっくりさせて、はい、興奮させてっていう試合もあるし、はい、僕やっぱり印象に残ったのが、はい、あの沖縄の琉球ドラゴンプロレスもそうなんですけど、はい、街頭プロレス、街中、はい、歩行者天国とか、はい、ビーチでプロレスもやったりとか、はい、街中でプロレスやったり、やっぱり、はい、あの大日本プロレスがやっているこの商店街プロレスっていうのも一つ、はい、こうプロレス知らない人たちにもプロレス見てもらおうって、はい、団体の面白さ知ってもらうという取り組みなんだなと思ったんですよ。はい、あのうちあの道場事務所が横浜の方に、鴨居ですよね、はい、鴨居の方にありまして、なんで横浜の商店街さんとちょっと連携してその横浜をその地元密着で横浜でプロレスを広げてこうみたいな感じでその横浜の商店街をいろいろともう回ってそういうのもやってるんですよね、イベントプロレスを、うん、はい、なのでまあやっぱ地域の人たちとやっぱつながってやっていくってのがやっぱそのそれはもう他のそれこそ琉球ドラゴンプロレスさんもそうだと思うんですけど、はい、やっぱ本当に地域その地元のその拠点となる地元の地域の皆さんとやっぱ一緒にやっていくってのは割とその最近のまあプロレス団体では結構多いですし、やっぱそういう動きが割と、ね、最近は多いと思いますよ、うんうん、はい、こうあの横浜僕、はい、あのいたこともあって、はい、あの特に横浜線のあたり、はい、JR 横浜線ってあもう毎日乗ってますね、はい、鴨居駅とか、はい、小塚駅持ってますから、はい、そうですかなんか横浜って大都会ドーンっていうイメージじゃなくて、はい、やっぱりいろんな電車 JR もあるし、はい、相鉄線もあるし、はい、京急線もあるし、やっぱり、はい、駅ごとにそれぞれの地域の顔があって、ね、雰囲気もまた変わって、はいはい、結構横浜住んでるとすごい都会だねみたいな都会だねみたいな言われるんですけど、結構別にその割と場所によっては割と本当にのどかで自然のもあるし、うん、商店街とかも本当に味のあるような本当に優しい おばあちゃんおじいちゃんがやってる定食屋があったりとか、うん、そういうとこもありますからね、はい、うん、そうなんですよ。なんで横浜は本当に
本当に住みやすいね、いいところですよ。もちろん沖縄も好きです、うん、沖縄も大好きなんですけどね、本当に横浜も第二の故郷と言っても過言ではないんじゃないですかなっていう、はい、そんな感じです。はい、はい、いやー、はい、そんな作田さんなんですけれども、またこの辺りで一曲挟んで、はい、いよいよここまで ね、はい、いろいろ作田さんのバックボーンも聞いてもらったと、はい、見ていただいたと思うんですけど、はい、11月4日5日の話、はい、はい、しっかりやっていきましょう。はい、はい、では、はい、お聞きの皆さんにはここでまた一曲お届けしたいと思います、はい、Bring Me The Horizon True Friends。 さあ作田さん、はい、嬉しいですね。そうですね、はい、はい、今ですね、はい、あの曲流してる間に作田さんのツイッターを見て、はい、今日ラジオ FM 那覇で生でやるんだということで来ていただきました。観覧が、ありがとうございます。ありがとうございます。観覧の方が一人、嬉しいです。ありがとうございます。いやー、ツイッター見てくれて、はい、本当ありがとうございます。はい、そうそう、もう番組後半で、はい、今更なんですけどツイッターやられてるんですよ、ね、あ、もちろん、僕はもうフェイスブックで、はい、はい、つながってるんですけど、はい、結構ツイッターでそのポスター貼った情報とこととかいろいろあの発信はしてるんですけど、はい、結構見てくれてる方が、ね、いたんで本当に嬉しい、はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんね、はい、あのお越しいただいたファンの方も、はい、行きますと言ってくれた、はい、じゃあ僕一枚ちょっとあのチラシ持たせていただいてよろしいですか。はい、11月4日5日、嘉手納町のネーブル嘉手納アリーナ、琉球ドラゴンプロレスのね、はい、ホームリングになりますね、はい、こちらで11月4日5日土日になります、はい、ネーブル嘉手納アリーナで午後6時、4日土曜日は午後6時会場で午後7時から試合スタート、5日日曜日は午後1時会場で午後2時から試合スタートということで、蛍光灯デスマッチ開催、大日本プロレス作田敏行沖縄凱旋試合、はい、よろしくお願いします。作田さんも、はい、はい、このポスターで大きく写ってるじゃないですか。そうですね、なんかちょっとあの普段のポスターって僕、まあ、まだまあ、4年目でそんなに、はいはい、若手の部類なんでこんな大きく乗ることないんですよ。普段は、まあ、場所的には多分この辺、まあ、このぐらいのサイズで大体この辺か、まあ、たまに最近、まあ、最近ちょっとあの若手巻いてきたんで、まあ、こんぐらいになったかなって感じで、あんまりこんな大きく乗ることないんで、はい、ちょっと恥ずかしいですね。なんか逆に大きく乗りすぎてちょっと恥ずかしいんですよ、ちょっと。いや、もうその分ね、張り切ってハッスルして、いやいや、地元の試合をね、いや、もうなんか今から緊張しますね。もう、はい、いろいろと大日本プロレスのね、はい、特徴も伺ってきましたけれども、はい、今回、はい、まあ、琉球ドラゴンプロレスの選手も登場しますけど、はい、まあ、どんな2日間になりそうですか。どうだろう、でもそれこそまあやっぱまあまあ、僕のまあその凱旋する興行でもあるんですけど、やっぱ大日本プロレスっていうのがその沖縄に初上陸なんですね、はい、なんでその僕以外にもその大日本プロレスいろんな選手いますし、本当に大日本プロレスをやっぱメインで引っ張っているそのね、関本大輔選手で、アブドーラ小林選手で、伊藤隆二選手など、はい、もうね、こういうトップで大日本プロレスをずっと引っ張ってきたベテランの選手もいますし、それこそね、本当に、最近あの橋本真也さんの息子さんである橋本大地選手もね、はい、参戦します。はい、はい、で他にも本当に大日本プロレスには本当に個性豊かなね、元警察官の植木選手とか、はい、本当にもともと神奈川県警にいた選手、神奈川県警を辞めてプロレスラーになったって人もいて、そんな人もいるんですね。熱いですね、はい、本当にいろんな経歴の選手がいたりして、で今回はあと琉球ドラゴンプロレスさんのメンバーも、出場するので、うん、まあ、こちらがね、まあ、どういうカードになるかはまだ発表はなってないんですけど、はい、まあ、対抗戦みたいなのももしかしたらあるかもしれないですよ、はい、琉球ドラゴン対大日本の、ね、対抗戦も見れるかもしれませんで、はい、でそして、ね、メインは蛍光灯デスマッチです。はい、来ました、大きくなっています、はいはい、もう意気込みはいかがですか、沖縄で初の蛍光灯デスマッチ、ね、はい、まあ、蛍光灯デスマッチっていうことで、まあ、一つ心配なのが、ちょっとお客さんが引いてしまわないかっていうのが、はい、だこう、まあ、子供、お子さんとかもいるんですので、結構ね、まあ、破片がたまに飛び散る時があるんで、まあね、
あのサンダルとかじゃなくてサンダルはあんまり好ましくないかもしれない。あ、なるほど。あ、全然なるほど。お客様足元気をつけてですね。なんですけど、まあまあそれは置いといてね、まあ、沖縄で初めてデスマッチ、そしてね、沖縄で初めて大日本プロレスで、沖縄で初めての凱旋興行ということで、はい、こちらね本当に気合を入れて、本当に。でもまあただね、凱旋でそういうノスタルジックな気持ちになってもしょうがないですから、やっぱね、この凱旋の試合で、勝ってこの大会を締めたいなと思います。そして来年にね、来年もまた開催できるようにそこにつなげていきたいと思いますんで、はい、やっぱね試合内容が、ね、よくないとやっぱね意味ないですから、うん、はい、はい、沖縄のファンも熱くさせて増やしたいですよね、はい、そうですね、はい。そしてあの、まあ、いろいろあのプレイガイドも紹介されているんですけれども、はいはい、一番やっぱりこういうのって、はい、まあ、演劇やってる人とかミュージシャンもそうですけど、はいはい、やっぱりプレイヤー選手個人からっていう入手、チケット入手っていうのも多いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、あの、まあ、結構プレイガイドさんってそれこそチケットピアさんとかって、はい、多分沖縄って買えなくはないけど、結構ちょっと買いづらいかもしれない。あのファミリーマートの E プラスですとか、あとローソンチケットのことが多いのかなと思うんですけれども、なんかそういうのがあるらしいんですよね。だからそのチケットのやり取りをしてるときにそういう話もしてて、あ、そういえばそうだなっていう、うん、セブンイレブンないじゃないですか、はい、もうちょっとで来るみたいですけどね。あ、そうなんですか、はい。 で、まあ、でコンビニの方だとプレイガードだと、まあまあ、ピアさんもそうですけど、まあ、ローソンチケットさんで、 E プラスさん、はい、ファミリーマートもあります。で、まあ、琉球ドラゴンプロレスさんの、まあ、会場でも販売してまして、はい、であとは第4プロレスの、公式の、ホームページから、まあ、専用、アドレスなり、第4プロレスの事務所の電話番号、そしてあと第4プロレスの選手はやっぱ SNS やってますんで、はい、そちらに個人、ダイレクトメッセージ、まあ、その選手の取り置き用のチケットメールアドレスに送っていただければ、そちらから、取り置きチケットの予約できますんで、そちらにお問い合わせください、はいはいはい。もちろん僕のツイッターの方でも、ダイレクトメッセージと、チケットアドレス載せてるんで、そちらからも、はい、で購入できます。はい、ぜひね、また佐久田さんの、はい、まあ、ツイッター見てみてフォローしてもらって、はい、またつながっていただいてね、はいはい、チェックもしていただいて、佐久田さんからチケットも買ったりして、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、そういう展開になれば一番嬉しいですね、はいはい、そうなんですよ、はい、もうぜひ11月4日土曜日、はい、11月5日日曜日、はい、ネーブルカデナアリーナでの大日本プロレスとしても初めての沖縄での試合、初めて、そして佐久田俊之、はい、西原町出身、はい、凱旋記念試合となります、はい、ぜひ皆さん、スポーツファンの皆さん、プロレスファンの皆さん、はい、ぜひ大日本のリングも楽しんでいただきたいですね。はい、あとね、蛍光灯ファンの皆さんも蛍光灯ファンの皆さんもいます、はい、あの電気とかそういうのに詳しい方もね、はい、ぜひ、はい、こんな使い方あるんだ、そうです、はい、そういうのがあるかもしれない、はい、はいはい、本当に佐久田さん、もう放送時間残り40秒ぐらいですけど、あ、本当ですか、はい、1時間あっという間でした、ありがとうございました。あっという間でしたね。いえいえ、なんかもうこうやってねお話するの初めてでだったんですけど、本当にいろいろねお話できて楽しかったです、はい、ありがとうございます。今日放送日23日月曜日なんですけれども、はい、あの24日火曜日翌日ぐらいには、はい、あの吉田哲太郎のブログとかフェイスブックとか、はい、あと FM 那覇さん あのホームページの方からも放送動画も見ていただくことができますんで、はい、そちらもチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日のゲスト、大日本プロレス西原町出身、佐久田俊之さんでした。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。試合来てください。アイネットラジオ、今日のお相手は吉田哲太郎でした。それでは素敵な夜を、さよなら。